芝野哲夫は日本のジャーナリスト、京都市生まれ。1959年より京都教職員組合戦中初期。1960年、仲間と共に機関雑誌、僕らを見てくれを、創刊、やがて、書かせや、鉄のあだ名がつくほど編集に夢中になる。1973年、赤旗採用試験を受け記者になる。連載、日本の貧困の取材では、 持ち帰り、弁当店の臨時店員になり、客に話を聞くことから始めた。原発の取材に力を注ぎ、危険な仕事に従事する日雇い労働者の存在、鶴が原発の事故隠し、原発に救うヤクザの実態、札束構成に心を荒廃させる住民の姿、などをスクープした。心を許し合った下請け労働者から危険を犯しての内部資料提供を受けることもあり、 原発下請け労組の結成のため本奏もした。1981年、鶴が原発自己スクープにより、赤旗原発取材班小林ゆち、松橋隆と共に、第24回日本ジャーナリスト会議奨励賞を受賞。1987年、フリーランスになる。1995年、進行性胃がんと診断され、全摘手術を受ける。退院後、 ジャーナリストの仕事を続けながら、大津市、扇の里の仕事場に、非営利、自力出版支援工房と名付けた、山猫県書房を立ち上げ書物を編集、出版、また、各月の山猫県新報を主催している。2004年9月の憲法9条メッセージプロジェクト発足に関わり、編集統括を務める。妻は看護師、エッセイストの宮内美佐子。ありがとうございます。